コナミメソッド太もも痩せのコツ。今回は太ももの引き締めに効果のあるヨガのポーズをご紹介いたします。それがこちらの三角のポーズ。三角のポーズは股関節の歪みを整えることで足のラインをきれいに見せてくれるポーズです。足やお尻の引き締め、便秘などに特に効果を発揮すると言われています。まず左右のかかとが一直線上になるように大きく両足を開きます。そして右足のつま先は正面を、左足のつま先は90度左に向けます。腕と床が平行になるように両腕を肩の高さで左右に伸ばします。手のひらは下向きです。大きく息を吸った後、息を吐きながら上半身を左側に倒します。腰や首に負担をかけないよう無理のない角度から始めてください。ここでのポイントは3つ。 1. 上体が前傾していませんか？肩、胸、骨盤が平行になるように意識しましょう。背中を壁につけてやってみるのも良いでしょう。2. 腰から曲げるのではなく、左足の股関節から曲げるイメージで、脇腹がしっかりと伸びているか確認しましょう。3. 右足のかかとで強く床を押すとポーズが安定します。手を上下に伸ばしましょう。自然呼吸をしながら30秒から1分ほどキープ。視線は手の先を見るように。首が痛い場合は真横に向けても大丈夫です。上体を起こし、両手を下ろして正面を向き直しましょう。さあ、それでは反対側です。反対側をするときは足の向きも入れ替えます。左右各10秒から30秒キープ。この時呼吸を止めないように注意しましょう。毎日の習慣にしましょう。太ももの引き締め効果はもちろん、体全体がすっきりしたと感じられるはずです。